50年な結婚して、ああそうです、おめでとうございます。そういうのはさ、あのあれなんか出た時に言えるん言えない、私とパパのこと。ああいくつの時にご結婚したんですか。俺が22と25か6 26。どこが一番いいですか。優しい。すごいね、怖げに喋るけど、私に対しては全然。確かにもう長くお店に来させていただいてますけど、おかみさんに対して強くってあんま聞いたことないですね。大事にしてます。それがすごい幸せ、涙が出そうに幸せ。だからいい人と知れ最高。これ持って自分で。あ、はい、わかりました。はい、すみません。あ、でもちょっと拭こうか。すごい。あ、かっこいい。本当に嬉しいよ。ああいう人はいないよ。私のことだけでいい。やっぱりなっちゃっていい。ね、私はそう思う。あ、違うだ。違う駅なんだ。西口。うん、これ西口だ。うん、で、何こうだよ。そう。向こうに行く。そう。うん。9時ぐらいとか、うん、まあ、おやさんがいそうな時間帯に合わせてちょっと行かせていただければと思います。あと、お前の場合は何でもさ、すぐグーグーで調べるから、いちご狩りがさ、こんな真冬にできるかどうかさ、あ、そういうのを調べてくれ。いちご狩りですか。うん。はい、できるんだかできないんだかわかんないけどさ、いちごが行きたいんですか。スエコが行ってね、あれいちごが大好きだからさ。知ったのか、何やったんだ。お前がいるとあれだよな、楽だよ俺に。嬉しい。あのさ、お前俺の孫みたいなもんなんだから、はい、うん、細かいことは言わずに飲み物をてめえで飲めていくときはやればいいんだからな、遠慮なんかすんだよお前は。すんだ遠慮で腰が低いから、こんなことはしてねえでいいからな。パパと、そこでね、何で？まあ、自分の好きなもの食べればいいやん。天ぷらもそうだよね。はいよ。わー、すごい。前だけ天ぷらあるのね。そばよってあるんですか。食うな。そう、そば湯ですよ。当たり前だろ。これからうめえのに、そういういろんなものを食うなっていうの。そば湯、そば湯。当たり前。そば湯ですよ。そういうこと。あの、そば湯ってあるんですか。はい、すごい。あれさ、飲み物ですか。だからそういうの。あ、自分で。いや、いや。そば湯飲んだぐらいで焼き肉食えるから。じゃ今、口の中がいろんなものが入っちゃうと人間ってな。おかみさんどうですか。幸せですか。幸せ。うわ、最高。うわ、うまそう。おいしい。うまいっすね。
おいしい。ああ。パパありがとうね。いいえ。でも今が一番幸せ。パパと一緒になってよかった。よかったですね。うん。メガネしない方がいいんじゃない？だから言っちゃうけど裏切ることはできねえよな。だけ信用されるとよ。でずっと来てるわけ、うん、仲いいですよね本当に。仲がいいんじゃなくてあのさ男ってのは俺が思うんだけど信じた俺がよく言うやつ信じた人間男でも女でもさ信じた人間とずっとつながって生きてえと思ってるわけだよ。できたらあんまり裏切って行きたかねえからさ。だからそのあれで言ってんだけどな、されちゃって一日を学校卒業して、学校じゃない、塾、学校が終わって塾行って6時間きり睡眠させねえんだぞ。お前飯洗い物なんかな。まああれだよな、世の中の人間ってのはよ、てめえがある程度聞けばなろごめんなさい。お前はもっと違うんだよな、あの文化村、もっとお前は不良になんないとダメ。あのさ、マスター、俺にさ、はい、マスター何も知ってるわ。あんたの唇がよ、あんたの唇が、ディアティーがある。エスコ知ってるか。わかんないです。じれったいのよってなった。知らないよ。お前やみたいに、だから俺が歌うんだよ。名前なんて。あれから1年。川沿いです。お、川越さん。こんにちは。お、ああ、ご苦労さん、ご苦労さん、上がれ。よく頑張ったな。ありがとうございます。ずっと。これなんて。もうあれか、メイクアップの練習ももうしてるんだ。いや、してます。かっこいいな。かっこいいな。ありがとうございます。おお。結構あるな、さまなし。ああ、俺もめんどくせえからさ、ストレートに聞いちゃう。勝った。ダメでした。ダメか。あった。また1年頑張るなんだよ。いや、私立の東京女子大学。東京女子大。はい。すげえ。おおか。じゃあだと思うんだよな。でもその夢に向かってリコは一生懸命頑張ってさ、まあ寝る間も惜しまず頑張って、あの。すげえパワーっていうのはさ、あの時に勉強した、ずーっと勉強したあれが、お前が大学行っても、大学卒業して、いろんなところに就職しても、それがベースになるからさ、あの苦労は絶対お前の人格の中でさ、すっげえ積み重ねったすげえことだからさ、俺は最高だと思うしさ、まあ中途半端にやったんじゃねえもんな。一生懸命頑張ってさ、それはすげえと思うよ。なかなかこれからあんだけ一生懸命さ、てめえの肉体と頭を使ってなあやったのはお前にとってものすげえいい経験だしさ、まあこれからも俺もファミリーとしてさ、まあゆっくりなやっていくやん、はい、今日はな、俺はうめえもん食ってさ、まあ
お前がずっと頑張ってたそのお祝いだ。やった。お前さん送ってます。お前のマイトあれ持ってけ。ここあ持ってねえか。熱いから持ってけ。熱いぞこれ絶対。熱い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 。燃えてる。燃えてる。こうしてもいいからね。ご飯おかわりできるからね。全然来ないとダメだな。一口でいいと思うよ。好きだよお前は。もう受験生じゃねえんだから。あまずカンペな。お前に渋手だ。それは本当に感謝も伝えたいなと思って今日来ました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にいやもちろん川添さんもです。はい、いいこれが痛かった。もう、もう蹴れ自分のお母さんのところ。本当に今日ありがとうございました。また来ます、はい、よろしくお願いします。